ムさんです。今ですね、私は成田空港第2ターミナルの方に来ております。これから石垣島の方に行こうかなって思っております。ちょっと前にね、コミュニティ機能を使いまして、南の島で一番どこが行きたいですかって皆さんにねご質問したかと思うんですけども、一番がね石垣島だったんですね。今回石垣島行こうと思ってたのはね、そのアンケートの前から決めてたんですけども、皆さんのねアンケート1位のねご希望に応えられるような形でね、今回この映像をね、私が行った石垣島をね、どんな感じで行ったのか、これから石垣島の方に行ってきます。今回の石垣島の動画なんですけども、今まで掲載してきた動画はね、一つのお店に一動画という形でねやってきたんですけども、今回はね1日ごとに一動画という形でねやっていきたいなと思っております。それで今回はね3泊4日で石垣島の方にね行こうと思っております。なのでね4つのね動画の構成になるんですけども、宿泊先のねホテルはね1日ごとに泊まるところが違いますのでね、それはね1つの宿泊先に1つのホテルの動画という形でやっていこうと思っています。ホテル3つに4日間というところで7つの動画でね作っていこうかなと思っております。今回乗る飛行機はですね、ピーチの方を乗っていきたいなと思っております。それではね飛行機の方に乗っていきますので、第3ターミナルの方に向かって飛行機の方乗ってきます。はい、第3ターミナルのねフードコートのとこに来たんですけども、ローソンの隣にね新しいお店ができてましたので、こちらの方をねご紹介しようと思って今撮影しております。このねベニトラシャオチーディアンさんですね。これはね確か御殿場のねアウトレットのとこにあったお店かと思うんですけども、こちらはね新しいお店できてましたね。それでねもう1店舗新しいお店がねできてるっていう情報をねネット上で調べたんですけども、ここのねベニトラシャオチーディアンのねこのずっとこの逆側ですね、フレッシュネスバーガーが目の前にあるんですけども、それの左隣がね仙台牛タンでね有名な美久さんが入ってるんですけども、シャッターが閉まってねお店がやってませんでした。8月のね上旬にオープンしたっていう情報がね入ってあったんですけども、今日来ましたらねシャッター閉まってましたのでやってませんでした。石垣島のね空港の方に着きました。まず最初にねみるみる本舗の方でねアイスを食べに行こうかなと思います。空港内にみるみる本舗ありますので、そちらの方に行きます。買ってきました。これがねジェラートになります。ココナッツがね白い方ですね。でこちらの黄色い方が島かぼちゃになります。で金額の方はねこちらにね書いてある通り429円になります。ココナッツと島かぼちゃ、こちらをね食べていこうと思います。まずね島かぼちゃの方いただきます。いいですね。うん、マイル甘さもね結構控えめです。うん、次はねココナッツ。いただきます。ココナッツはね結構甘さ控えめですね。うん、うまい。いやーね。ジェラート美味しかったです。島かぼちゃとねココナッツ、ぜひね石垣島のね空港ここに来た際にはねぜひともジェラート食べてみてください。それではね次はねレンタカーを借りてねちょっとお昼ご飯食べに行こうかなって思ってます。目の前にねこんな感じで
オリックスレンタカーが来てるので、送迎車、これですね。これ乗ってレンタカーをね、借りに行こうと思います。はい、レンタカーを借りました。今日のね、相棒はね、この車になります。それではね、これに乗って昼食の場所にね、向かおうと思います。豆腐のね、日賀さんに食べに行きました。今ね、12時40分なんですけども、このお店はね、午前10時ぐらいでね、人気があって、お店のね、品切れ状態になって食べれないっていうことが多いんですけども、今日はね、12時40分に来てもお店やってましたね。よかった。それではね、お豆腐食べに行こうと思います。Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday a certain day. Someday a certain day.豆腐の日賀さん食べてきました。いやー、うまかったですね。豆腐のね、大豆の味がね、しっかり出ててね、すごいね、塩分がね、いらないんですよね。すごい大豆のコクがあって、めちゃくちゃ美味しかったです。ちなみにね、今後ろを見るとね、もう終了いたしましたという看板が出てます。僕がね、最後のお客さんだったんですね。今日のお店の方にね、聞いたんですけども、やっぱね、いつもは10時ぐらいで品切れになってしまうということなので、それよりもね、早くできる限り朝食としてここをね、8時とか7時とか、まあ朝は6時からですかね、6時から営業だったと思います。なので、早い時間にね、ここのね、豆腐の日賀さん食べに行ってみてください。いやー、ここはね、豆腐絶品でした。うまい。はい、車の方に入ってきました。やっぱ車の中超涼しい、快適だ。この次はね、外暑いので涼しいところをね、行こうかなと思います。それでは次の場所にね、向かいます。次のね、涼しいところはここです。石垣島鍾乳洞になります。ここに入ってね、涼しみながら観光しようかなと思います。それでは中に行ってきます。はい、入場料をね、払ってきました。1100円になりますね。はい、で、料金所払って今向かってるんですけども、目の前はね、こんな感じです。でね、背中の方、後ろはね、こんな感じになります。それではね、向かっていきましょう。いやー、今日はね、天気が最高です。いやー、空綺麗だ。中に入ったらね、ヤシガニがね、いましたね。こんな感じでヤシガニがいますね。どんどん反応しません。それでは次に進みたいと思います。先の方見てみると、こんな感じでどんどんね、下に下がっていくような感じになってますね。はい、おお、涼しい。いいね、いいね、涼しい。こんな感じになってるんだ。うわー、すげー深いな。沖縄のね、本島行った時にね、ゴーを見に行ったんですけども、そんな感じっすね。はい、じゃあ進みます。水金窟、全国唯一の水金窟と書いてますね。自然の奏でる音を楽しみください。この先にあるみたいですね。行ってみましょう。おー、すげー広いな、ここ。お、音が聞こえる。聞こえますね。あ、先がね、なんかイルミネーションみたいに光ってます。なんだろう。おお、すごいな。ちょうど平らな場所にイルミネーションを設置してるんですね。
いや、めちゃくちゃ綺麗だ。あ、奥側もなってる。こんな感じになってます。いやー、めちゃくちゃ綺麗ですよ。いやー、ここ来てよかったな。めちゃくちゃ癒される。夏なんかに来ると最高っすね。ここ後ろはね、こんな感じになってます。はい、おお、トトロだ。こっちが大きいトトロで、こっちがチビトトロになるかな。面白いですね。はい、鍾乳洞の方ね、入って出てきました。時間はね、だいたい 3,40 分あればね、中入り口から出口まで、まあそのぐらいの時間でかかるかなと、はい、思います。結構ね、洞窟探検するような形でとても楽しかったんで、気になった方はね、ここね、来てみてください。これからね、ホテルの方にチェックインをねして、汗が結構かいちゃってるので、シャワー浴びようかなと思っております。それではホテルの方に向かいます。どうも、くにさんです。やっとね、宿泊するホテル、この後ろのね、ホテルに初日は泊まります。ホテルのね、名前はね、ブルーキャビン石垣島というね、キャビン型というよりかはカプセルホテルって言った方がいいですかね。このね、ホテルのね、目の前は海になってましてね、近くがね、伊東フェリーのね、ターミナルもあって、立地がね、とてもいいね、ホテルになります。ここのホテルはね、またね、別の動画でアップしようかなと思ってますので、後日ね、ここのホテルのね、レビューを動画として上げたいと思います。とりあえずね、体がね、びちょびちょなんで、チェックインをしてね、シャワーを浴びて、浴びたらね、その後夕飯にね、行こうかなと思っておりますので、今度はね、夕飯の方ね、ご紹介していこうと思っております。それではね、ホテル入ってきます。はい、やっとね、シャワー浴びて着替えて、そしてホテルの外に出てきました。これからね、夕飯の方ね、食べに行こうとね、思ってます。それではね、お店の方に向かいます。はい、やっとね、お店の方に着きました。今回の夕飯のお店はね、ひとしさんになります。ここのね、お店はね、石垣島でめちゃくちゃ人気なお店なんですよね。予約もね、1ヶ月2ヶ月前ぐらいから取らないと席の方がね、開かないという、そんな感じのお店です。マグロでね、有名なお店なのでね、海鮮関連とても楽しみですね。それではね、お店の方に入りましてね、料理関連ですね、どんな感じなのかというところをね、皆さんにご紹介しようかなと思ってます。それではね、お店の方に入ってきます。さんの方にね、食べてきました。お酒を飲むとね、顔が真っ赤になるくにさんです。今回のね、ひとしさんの食レポレビュー、映像だけでね、食べてるところの映像をね、撮影ができなくてね、それをね、お見せすることができなくて申し訳ございませんでした。ひとしさんはね、もうめちゃくちゃ人気なお店なのでね、すごいぎゅうぎゅう詰めになってたので、さすがにね、今回は断念する形にしました。まだね、僕はね、ペーペーだなっていう感じがしました。勉強不足ですね。もっとね、キャリアを積んでね、撮影できるようになればいいかなと
思います。今回食べた中でね、一番美味しかったのはね、ここに来たらね絶対頼むというマグロ寿司セットのね、大トロの握りと中トロの握りですね。これはね絶対このお店来たら絶対に頼んだ方がいいですね。めちゃくちゃ美味しいです。大トロのなんかね、もうお肉ですよ。脂めちゃくちゃすごいですね。でもね味としてはね、中トロがね赤身の旨味と脂の旨味、これがねやっぱ中トロがね一番バランス取れて美味しかったんじゃないかなと思います。予約必須なお店なのでね、2ヶ月前とかそのぐらいにね予約して行きたい方はそういう形で対応を取ってください。それではね、これからホテルの方に戻りたいと思います。はい、ホテルの方にね戻ってきました。これでね初日の動画は以上となるんですけども、今回のね動画いかがだったでしょうか。今回の動画がね良かったな、参考になったなって思いましたらね、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いします。それとね、まだチャンネル登録の方してない方はですね、下にねチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それとね、今日のね良かったなということが1個あります。それはね、美味しいご飯とか観光じゃなくてですね、成田空港から石垣島の方に来る時に乗った飛行機のね隣に乗ってた女性がねサバサバしてめちゃくちゃ可愛かったです。はい、最後までご視聴いただきましておどす。それではね、また明日2日目のね動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。